こんにちは、トイハッピーです。ついに復活しましたね。無限バイン、無限サーガと名前を変えて復刻しました。まあ、その第1弾として出てきたのがこの無限ファラオ。いやこれね、本当に嬉しいです。復刻2弾も決まってて、無限アーサーが次出てくるんですけど、まあ、この勢いでね、原生獣、海生獣、猛進獣もうね、全部復刻してほしいです。もうパッケージもね、いやもう懐かしい。当時のまま同じ金型仕様ということでね、まあ、ほとんど、まあ、同じなんですけれども、いやね、この2017年にこれがね、再び新品で手にできるっていうのはすごく嬉しいですね。もう今この無限バインの食玩シリーズなんかもね、結構プレミアついてましたからね。いや本当に嬉しいです。で当時は、まあ、この無限バインシリーズの後の方ですね、食玩180円のバインズシリーズとか、あとは卵型カプセルに入ったガチャ版の無限バインとか、まあ、連動でね合体できたりしてたんですけど、次の牽制獣にはね、リバイアさんがラインナップされてるので、無限パイレーツ海王も期待しちゃっていいんでしょうかね。でこれが1番の無限アヌビス半完成品で、まあ、ランナーパーツが少しとシールが 1,2,3,4,5,5枚入ってます。でラムネじゃないや、これガムは真っ白のガム、あの水色のやつではないです。まあ、全部で5種類あるうちの、そして2番が無限スフィンクス、エジプトっぽいモチーフで、まあ、あとはデザインもそうなんですよね。2番目はスフィンクスということで、こちらほい、これもね半完成品でバラしてシールを貼るタイプです。シールは少なめ、この頭部部分はもう組み上がってますね。でペイントされてます。いやもうね、これ本当に嬉しい。あ、このね、これをね切り離してつなげるとチェーンになるんですよね。でフィギュアも1体付属。このシリーズの売りは、まあ、ジョイントが全て共通なので、自由に組み上げてオリジナル合体が作れるっていうんですけど、まあ、個人的な遊び方としては、そのオリジナル合体をやったらね、元に戻すのがねかなり至難の技なので、あんまりやんなかったですね。分解してロボにして、であとは5体のメカでって、そんな遊び方です。で無限ラーが3番です。振り型のメカでシールがちょっと多め、これもね少し組み上がってます。これ当時出たやつの後に1回再販したんですよね。なんかあの全てがセットに入ったあのボックスの大型のボックスで、なんかよくイオンとかで見かけたやつがありますね。でその時にメタリックシールになってたんですけど、これも今回は初っ端からメタリックです。確かにね、これ合体させると思うデザインがねとにかくかっこいい。で4番が無限スコーピオン、サソリ型のメカでシールも少なめで、5番、最後ですね、ワニ型無限セベク。いやーもうこれ本当ね感動ですよ。おっ、きたー。おっ、シールが多めでね、この金色の成形色のパーツが、これまたねゴージャスさを醸し出してます。てなわけでちょっと作ってきます。はい、できました。まあ、ほとんどの作業がシール貼るだけなので、そんなに難しくはないです。ただスフィンクスの目のシールだけがねちょっとね苦労しました。はい、まずは無限アヌビスなんですけども、なんかね当時物に比べてこことかに、あと足のここか、ここにもシールあった気するんですよね。なんかシールが端折られてる気が、当時が確か300円で今が400円かな。時代の流れだからしょうがない部分はあるんですけれども、まあ、100円アップでシールが減ってる。まあ、個人的にはねシール少ない方が嬉しいので、全然気にはならないポイントです。まあね、当時同様にしっかりとあちこち動いてくれます。
最低限のシールでね、ここまで表現してくれるのは個人的にはありです。まあ、気になる方はね、塗装したりするのもいいかなと思います。首は若干動きます。腕の側面にもシールあった気するんだけどな。この横顔が好きです。続いては無限スフィンクスです。でこちらもね、いやもう本当に懐かしさから来るものがね、込み上げてくるものがすごい多いんで、もう懐かしい連呼しちゃいますけど、ここねメタリック塗装になってます。でこの横のチェーンがこれまたねいい味出してます。なんか足の側面もやっぱり当時物はシールあった気がするんですけど。でミニフィギュア、確かこれ無限ロイド、ロイダーロボットか、ロイダー、まあ、そんなような名前だった気がします。説明書にはミニフィギュアとしか書いてません。一応足を曲げることができます。で頭を外した本体をここ開けると中が空洞になってますので、ミニフィギュア乗せることができます。足は若干曲げればすんなりと収まります。それでも空洞は結構ありますね。しっかり中まで入れると閉まります。人柱です。ミイラ化になるのかな。はい、これがスフィンクス。体型的には横から見るとちょっと下半身が寂しいかなっていう気はします。はい、そして鳥型の3番は無限ラーです。これはもうシールによりかなり豪華に表現されてます。で反対側にもね、黒いシールが1枚ずつ貼ってあって、まあ、くちばしと目がシールになってます。回転もできるし、好きなところに取り付けるのもこの製品の特徴ですね。やっぱり上からがすごく豪華です。はい、そして4番がサソリ型の無限スコーピオンです。まあ、これはここのね、尻尾の部分がすごく遊んでて面白い。でやっぱりこれ尻尾のね、中ほどにもシールがあったんで確実にシールは減ってます。まあだけど全然気にならないレベルです。赤いメタリックの部分がシールですね。であとは背中の金色のところで、この黒いのがハサミ部分です。まあサソリだけあってね、尻尾は曲げておくのが一番かっこいいです。そして最後は5番のワニ型無限スペック、下顎上顎独立で稼働します。上から見ると黒の成型色多いんだけど、下から見ると金色で豪華です。この3つのパーツがつながったこれ前だれ部分ですね。これがすごく豪華です。若干動きます。あんまり、ね、強くやるとバキッていきますけれども、多少だったら動きます。まあ、このシリーズの特徴といえばパーツの集合体ですからね。まあ、そのパーツの集合体でもしっかりと動物型それぞれのモチーフ型になってるっていうのはすごいです。はい、それではね、無限ファラオに合体させていきたいんですけど、まずはねちょっとね取説を軽く見てみましょう。合体準備、まずはね全部バラバラにしなきゃいけないんですよ。これがね、この紙をなくしてしまうと今後遊ぶときに全くわからなくなってしまうんで、まあね、捨てちゃいけない取説になります。食玩はだいたいパッケージとかね、取説は組んだらもう捨てちゃうんですけど、無限バインシールだけは取っとかないときついです。てなわけでバラしました。これが全5体のバラバラの姿。最大の売りは自由に合体なんですけれども、まあベースとなる無限ファラオを今回組んでいきます。もし今後ね取説なくしてうわって時のために一応ね取っときます。まあ6、7から合体が始まって、8、9、10、11、12が表面、そして裏13、14、15、16、そして17、18、19が武器の持たせ方で、最後が完成です。サソリの尻尾に拳をつけます。上の方の穴にチェーンを取り付けます。腕の横にラーの翼、アヌビスの肩を取り付け、真上からワニのセベクのパーツを取り付け、これで腕の完成です。反対側も同じように組んで両腕の完成です。スフィンクスの下半身にアヌビスの太ももを取り付け、反対側も取り付け、これが合体時の腰回りになります。ベースパーツ、ワニの背中と鳥型のラーの頭部パーツを合体、これが腰だれの後ろの方になります。でこれを先ほどの腰パーツと合体、いいですね、だんだんできてきました。腰パーツの側面にワニの上顎、画面でいう左側、右腰に取り付けます。
反対側には下顎を取り付けます。ワニのお腹部分は前だれになります。下の方の穴を使ってジョイント。これで腰パーツ、おお、一気に豪華になります。スフィンクスの前足とサソリの尻尾をこのように取り付け、それをスフィンクスの後ろ足に取り付け、それを挟み込むようにワニの前足です。これでつま先部分、足パーツの完成。反対側も同じように組んだら両足の完成です。つま先です。続いてはアヌビスのボディと足をこのように2箇所のジョイントを使って留めます。下の方側面にはアヌビスの腕、反対側のパーツはサソリの腕とサソリのボディになります。そして前の突起にはサソリの爪を取り付けます。反対側も同じパーツで組んだらこれで両足の完成です。はい、そしてアヌビスの頭部なんですけど、このブルーのメットパーツの中に頭部パーツがあるんで、一度外してひっくり返してまたかぶせます。そうするとファラオの頭部になります。スフィンクスの頭部なんですけれども、中で90度回転させます。側面にラーの金色のパーツを取り付けます。反対側も同様に取り付けます。先ほどのアヌビスの頭部をこのスフィンクスの頭部パーツと合わせます。いやー、すごいかっこいい。これスフィンクスの胴体に2つのジョイントを使ってラーのパーツを取り付けます。側面にはサソリの足パーツ、ラーの足にはワニの足を取り付けます。スフィンクスの下半身にはサソリの頭部パーツを取り付けます。反対側も同じように取り付けます。すいません、ちょっとピンボケしちゃってます。その延長のジョイントに先ほどのラーの足とワニの足のやつを合体、反対側も合体。これが背中のバックパックの部分のパーツになります。アヌビスの杖、尺状ですかね、そこにシルバーのこのパーツ、サソリの頭部の中を取り付けます。その先端にラーの尾を取り付けます。そしてスフィンクスのおでこの部分をここに取り付け、逆側にワニの尻尾を取り付けます。これで基本の武器の完成です。それではボディ部分の合体していきます。はい、これで完成、無限ファラオです。まあ、各ジョイントがね、共通っていうのもあり、各関節も動くのもあって、まあ、足を開いたりつま先を外側に向けたり、まあ、いろんなポージングも取れます。何よりもこの姿がもう見てるだけで惚れます。ジョイントが程よく硬いので保持力も高いです。で、まあ、両手持ちにしてみたり両足を開いてみたり、武器は両腕の両方の鎖をつなげて墳道のフレイルにしてみたり、まあ、いろいろできますよね。頭部の可動なんですけども、このパーツがあるがためにちょっと動きが制限されちゃいます。まあ、動かしたい場合はちょっと浮かせてあげて回避すれば回転はできます。まあ、その他はもうあちこち動きます。で、柔らかすぎず硬すぎずなので、程よい硬さなので、まあ、先ほども言ったんですけど保持力が高め。ただ回すことによってね、あちこちすっぽ抜ける場合があるんですけども、全然許容範囲の中です。腰なんかもジョイントが一つですので回転ができます。この腰の回転がするだけで見た目のバリエーションがさらに増えます。あんまりいじってるとね、徐々に動いてスポッてなるんですけども、いやー、それにしてもこれはね、素晴らしい。
もうさっきもっていうか冒頭にも言ったんですけどもね、2017年でこれを再び手にできたのがもう嬉しい。この腰の前だれ、金のペイント、そしてブルーのメタリックのペイントなんかもねすごい活かしてます。まあ最大の売りであるねオリジナル合体っていうのもね、あちこちのジョイントを使えばできますけれども、個人的にはこの姿が一番好きです。あんまりやりすぎちゃうと元に戻す時がね全然わかんなくなっちゃうことも多々ありましたので、もうベースの体型を保ったままちょっと腕とかね足とか武装する遊びっていうのが一番やってた遊び方です。そこ行くとね180円のバインズシリーズとか卵型カプセルのバインズなんか、あれはねすごく嬉しかったですね。揃えるだけで追加武装で姿も全然ガラッと変わるっていうのもありました。これが最初に出たのって約9年前、まあそれぐらいなんですけどもね、まあ、再びこれが出たことにすごく感動してます。価格がこれ5体揃えて400円 ×5 の2000円プラス消費税で、まあ、このね出来の良さっていうのはもうたまんないです。シリーズも後半ね乱発してだんだんね尻すぼみになってフェードアウトしちゃったんですけれども、4月に出る無限アーサーの次にもねパイレーツとかガーディアンとかアシュラ、それらもねぜひぜひ出してほしいって、同時にちょっとね値段高かったんですけど、モエバインっていうのもあったんですよ。シリーズ共通のジョイントなんですけど、モエキャラが合体っていうやつなんですね。ぜひあれらもぜひ復刻を心待ちにしてます。そんなわけで以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。あさったら無限アシュラとファイヤーバインズ、そして無限炎王が出てきました。ぜひこれらも復刻よろしくお願いします。ではまた。